倉歴峠は、滋賀県高架市高賀町余りの富江県伊賀市、月町を結ぶ峠。標高250メートル、伊賀と大見戸を結ぶ。現在は、滋賀県道、三重県道4号草津伊賀線が通過する。油日越、淀、越市とも呼ぶ。大津に戸が置かれた時は、倉歴道と呼ばれた。673年、人身の乱において、 大天王子がおつむじに命じて三千の兵をここに、駐屯させ、田中足丸に、倉歴道を守らせた。794年、関武天皇の平安経営の先途と共に東海道は、京都から大海へ出て、草津付近で、東山道と分かれ、倉歴から、片峠を経て東国へ向かう道筋が設けられた。886年に、鈴鹿峠経由で関に至る。 安日並越が東海道として開かれるまで、東西交通の主要路であった。1184年7月、自称、樹衛の乱で、伊賀、伊勢の平景法が、国境から大海に進行し、油秀、で、佐々木秀吉と戦っている。東海道が、鈴鹿峠を通るようになると、蕎麦街道というようになり、蕎麦川沿いに走り、黄河と伊賀を結ぶ、生活の足として機能した。明治期になり、 関西鉄道が、倉歴峠付近に付設されている。倉歴という名前は、三重県伊賀市、杉町の倉部集落や周辺を流れる倉部川に残っている。ありがとうございます。